ゴルフのジュニア育成につなげようと、屋内でさまざまな練習を体験できる施設が江南市にオープンしました。江南市の一町にある高知黒潮ホテルの敷地内にオープンしたのは、トレーニングやシミュレーションゴルフのスペースを備えた黒潮スポーツジムです。県内ではカシオワールドオープンなど2つのプロゴルフツアーが開催されていることもあり、施設のオープンにはゴルフのジュニア育成を支援したいという思いがあります。施設にはゴルフ用の打席が3つ用意されていて、スイングを2方向から撮影したり距離を設定したりすることができます。やってる感があってすごかったです。あの赤いところに入った時がすごく嬉しいし、やったって思います。ゴルフやって楽しいと思ったのでめっちゃ来たいです。また高知黒潮カントリークラブなど国内海外のコースを臨場感たっぷりに体験できる個室もあります。地域の皆さんに、利用していただいて、これから今後若い世代、ジュニアの世代にここを使っていただいて、ここからプロが発信できるようなそんな施設になればいいかなと思っております。ゴルフ以外にもランニングマシーンやエアロバイクなどが置かれたトレーニングスペースがあり、地域の人も楽しむことができます。